リエハタ先生って平野くんとだけお仕事をしているわけでもないんですよ。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。昨日ですねにリエハタ先生の X からああ生命生命というほどそのあれではないんですけどもまああのー。 出,出されましたとということでコメントがありましたということであれが匂わせなんじゃないかとかこれが匂わせなんじゃないかとか、えー、洋服が一緒であるとか似ているとかあピアスがとかいろいろお話がありましてまあその辺りについてのまあ見解というかダンス業界ダンス界隈にいらっしゃらない方たちからすると もしかしたらその距離感の近さみたいなものについて驚いてる方も多いのかなというふうには思ったのでそこについてちょっと改めてお話をしていくとともに、えっと、今後ですねあのリはた先生からコメントが出た,出たことによって今後じゃあどういうふうに、えー、この件について えまあ我々が認識していけばいいのかというところについてのお話をしていきたいなというふうに思っているところでございますのでえ私は息子2人と暮らしていて家族以外の時間は仕事だけを全うしていますとえ勘違いをされている方どうかご安心くださいということでねご安心くださいとえこれ以上誤解による憶測で悲しい思いやご迷惑をおかけしたくないので書かせていただきました皆様に日々感謝していますこれからもエンターテインメントで貢献できるように頑張りたいと思いますという内容ですね いや僕が最初にあのこれを見てすごいなっていうふうに思ったのはその「皆様に日々感謝しています」っていう言葉だったりとか「えー、悲しい思いやご迷惑をおかけしたくないので書かせていただきました」っていうまあコメントですね。その業界の雰囲気だったりとかも分かってるからこそなんですけれどもニわせでも全くないですし。 礼先生めちゃめちゃ忙しいですし、でそのなんだろうね、ちょっとさっきお写真出したと思うんですけども、その、りえはた先生って、いるわけででもないんですよこのお写真とかちょっと見ていただくと分かると思いますけども、例えば、この一番右の下、左の下のこれですね、このお写真とかは、韓国のアーティストの方たちですね、エイティーズさんたちかな。で、お隣ですね、お隣がラウールん ででその隣ですね、J Hope、大先生です <laughs> まあ見ていただいてわかると思うんですけれどもいろんなアーティストの方たちとあのリハタ先生ってあのお仕事を一緒にされてるんですよで、まあ、タイミング的なところで、えー、と今ナンバーアイさんたちの活動が積極的というかしかもこの今 GOAT っていう作品が出てで今日の今日でダンスパフォーマンス映像が出てるじゃないですか。でここ 数ヶ月の中に,中において、まあ、SNS でとりわけ、えー、こう平野くんと一緒にこうダンスを踊ったりとかっていう動画の本数が多かったりとかしたっていうところも。 まあ間違いなくそのあたりのシーズンに、えー、こう合わせて統合していらっしゃるというところもあるんですね。それはあのシンプルになるでしょうね。そのそういうタイミングというか時期というか、おそらくま平野君まあ平野君、まあ、に限らずですけれども、うん、ナンバーエイさんたちまあ今回は平野くんのお話が割とメインだったかなというふうに思いますけれども、その平野くんのことが。 え、好きでえー、応援しているファンの方たちの中でまあ、一部だと思います。もちろんそういうね。ちょっと過剰過剰というか、過激な認識になってしまったりとか。まあ、これは匂わせであるっていう。風うにこう。もうしたい方たちはおそらく。じゃあ他のアーティストの方たちのこういうなんでしょうね。活動内容だったりとかを知ってるか、多分知らないんじゃないかなっていう風うに思うんですよね。なので前提としてまずそもそもまあそういうの？ わからない方のためにおお話ししておくとその平野くんと一緒にこう活動していくっていうニュアンスっていうよりかはそのアーティストの方たちとしっかりコミットしてダンスというものでお仕事をご一緒にしていくっていうのがリエハタ先生なのでだからりえは先生に限らずなんですけど。あのダンサーさん とか振り付け師さんっていうのは、えっ、ー、と言ってしまえばそのアーティストの方たちにおける先生なんですよね。もはやもうそのアーティストの人たちを支えるスタッフ一スタッフでもあるんですよね。事務所さんとは関係はないんですよね。直接のその事務所さんにえ入っているっていうわけではないんですが、振り付け師さんっていうその立場につくことによって。 より深くアーティストの方たちと関わっていくっていうところにはなるので、まあ、そういう意味で言うと関係性だったりとかっていうものはやっぱり密なものになっていくよねとでもそれっていうのはあくまでもダンスにおけるプロフェッショナルなコミュニケーションをとっていくっていうところになるのでじゃあ実際にどういうコミュニケーションをとってるのっていうと、まあ、ほぼほぼもうダンスの話ですね うん、ダンスの話だったりとかダンスじゃあどういう風にしていくっていうクリエイティブについてのコミュニケーションがもうほぼほぼ大半になってくるかなとアーティストの方自身もそれを望んでますしお仕事をしていくっていう中で、えー、そのお仕事を依頼する、えー、事務所さん側もそういったものを、ね、やっぱり望んでいるっていうところがありますで、えー、結構これはダンス界あるあるなんですけれどもその先生と生徒 っていうとところのまあ距離感だったりとか教える側教わる側っていうところの距離感みたいなものについてはいわゆる学校だったりとか例えば職場で見るような先輩と後輩の上下関係だったりとか上司と部下のじょ上下関係みたいなものよりももっともっとフランクなものですねでもそういうフランクなものがあるからこそコミュニケーション 自分実はこういうことで悩んでてとかなんなら人生相談じゃないですけれどもそういったものを相談し,していきながらそのダンスの先生と一緒に何かこう,うーんダンスを超えたもっともっと大きい視野を持って何かこう人生そのものに向,向かい合っていけるみたいな。でリエハタ先生っていうのはあのそのなんだろうな世界的に見てもやっぱりダンスがもう 恐ろしくすごい方でサムネリーにもちょっと書いたんですけども神様みたいな存在とすごくフランクな関係性を持ってダンスをこう指導してくださるっていうところがあるからこそみんなの心もこうほぐれてきてどん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 パフォーマンスが生きていくっていうプデュでいうところの例えば中曽根先生とか結構その何でしょうみんなの気持ちの部分にすごく。 瞬発的にアクセスされていいたじゃないですかやっぱりダンスってその言葉だったりとかを超えて感情にアクセスする部分でもあるのでそういう意味では本当にその生徒の人だったりとか、まあ、自分がこれから教えていく、えー、若い才能のある方たちに対して積極的にもっともっとやっていこうよっていうふうに働きかけてくださる先生がやっぱり多いです。すごくクリアななそしてダンス界ならではの ももうあったかいものなんですよでその温かさっていうのは別にリアタ先生はあの平野くんだけにっていうわけじゃなくてもういろんなアーティストの方たちにもう全力でで注いでくださるんですよだからこそアーティストの方たちがまたリアタ先生と踊りたいっていう風になってこういうお写真が出てくるわけですよね。 だからこそ逆に言うともっと言うとハタ先生にお仕事を頼みたいっていうふうに思う事務所さんが多いっていうところです。でですねハタ先生がこの内容を、まあ、X で投稿されたということはえっと立場的にはご本人様が 今ねそういうまあ心ない声だったりとかが出ているものに対して違いますというふうにまあご本人様の立場から一応説明をされたというところになりますのでこれ以降ですね でえー、これ以降に関して、まあ、そういった内容をいまあ、未だにですね提言されていたりとか、まあ、そういう匂わせなんじゃないかとか、まあ、あとはこのアタ、えー、先生の発信されている内容を、まあ、否定するような文面だったりとかを、えー、SNS 上で見かけたらぜひぜひスクリーンショットをしておいていただきたいなと。 いうふうに思うところでございますであとは、えっと、そのツイートだったりとか、まあ、ツイートとか投稿だったりとか、まあ、SNS の、まあ、インスタグラムのコメントだったりとかそういったものが今後は誹謗中傷だったりとかに、まあ、当たるものになってきますので、まあ、あのすごいシビアな話にはなりますけれどもそういうコメントを未だにしている、えー、方がいる場合は通報だったりとか、まあ、SNS のそういう 機能があるじゃないですかあのブロックとかじゃなくてその通報機能かなっていうものをまあ積極的に使っていただくのと,、えー、とその、えー、投稿をされている内容文章はスクリーンショットなどなどを取っておいて、えー、証拠として押さえておいていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います、はいえー、とどういう対応を取っていくのかっていうのはもうこれからは結構普通にあの違うんで っていうのが出たので違うって言ってるのにまだそれについてまああのアクションを取る方がいらっしゃった場合はあの結構該当しちゃいます情報開示個人情報の開示請求みたいなものができるんですよね昨今はやっぱり誹謗中傷とかがかなりまあ問題として取り上げられていくようになってきてるところもありましてあの情報開示とかっていうのは結構あの スムーズにでききるるようになってきている流れがありますでそうなってくると、まあ、例えば、えー、自宅の住所だったりとかあまあそのご家族の情報だったりとか未成年の方の場合はご家族の方のところにもご連絡がいきますし、まあ、それだけじゃなくてじゃ今度、えー、損害賠償っていうところになってくるとまあそこそこの金額で、えー、どれぐらい取れるって言ってたかな結構取れるんですよねお金も取ろうと思えば取れちゃう そういう一個一個の損害賠償みたいなものを対応していきますってなった場合それが例えば事務所さんなのかリアタさんなのかわからないですけども対応がこれからはもっともっとできるようになってくるっていうところなのでまあそのためにも今後はファンの方たちがまあそういったものを見かけた時にスクリーンショットをしておくというのと。 今、このコメントはスクリーンショットとして現地、もう撮ってあるのでというところとこれ以上、そういうことをこの投稿を消さないのであれば運営さんの方にに通報しますというところと通報することによって開示請求が行われるというところの可能性もしっかりと示唆していくのがいいのではないかなというふうに見ていて感じるところが。 ありますリハタ先生も含めてですけれども平野くんも含めてですけれどもナンバーアイさんたち皆さんが気持ちよく活動ができるっていうところとぜひぜひねハはタ先生がこれからもナンバーアイさんたちを応援してくださる素敵な環境というところを、まあ、ファンの方たちがぜひぜひ率先して作っていただけたらなというふうに思っているところでもございますのでよろしくお願いいたします。<music>